はい、おはようございます。今日も音読やっていきます。これ、宅建の時効完成猶予更新からやっていきます。まあ一応、宅建は受けるので、一応音読しながら読んでいきます。はい。裁判上の請求、時効の完成が猶予され、判決裁、確定判決等によって権利が確定した時、時効の更新が生じる。催告から6ヶ月間時効の完成が猶予される。あ、6ヶ月間、なるほどな。時効がわからないからな。時効の援用と時効利益の放棄。時効が完成したらどうなるのか。時効が完成した場合のケース。例えば、B さんが A さんにお金貸していたと。で、これは B さんが請求する側、お金を返してくれという請求をする側なので、債権者。で、その債権してくれに対して、何かをするっていう義務をね、果たす側が、債務者。責務か債務かなって言ったかな。ここら辺に詰めないとだけれども、A は、で、A さんは言う、その B さんから借金をしていたんだけれども、その債権の消滅事項が完成しました。その後、A は B から借金を返してと言われた。うん、ケース3の場合か。これはケース3か。時効の完成と猶予のね、ケース3、ケース3つ目ですね。借金は返さない。時効の援用。やだな。援用ってどういう意味だろうね。借金は返す。に、時効利益の放棄という2つのいずれかを選択できる。まあ、要は、義理人情を取って借りたものを返すってことか。そういうことか。時効利益の放棄。まあ確かにな、人間的にはな、時効利益っていうのを放棄しなくちゃいけないよね。わかる。時効の援用。援用とは借金は返さないというように、時効の利益を主張することを時効の援用という。このように時効が完成しても自動的に時効の効果、権利の取得や消滅、括弧閉じが生じるではなく、時効によって利益を受ける者が時効を援用して初めて時効の効果を発揮する。まあ要は、時効は成立したんじゃボケっていう逆切れみたいなもんか。時効の援用は当事者がすることができる。時効の援用は当事者がすることができる。当事者ってどっちなんだろう。この二人だよな。これもちょっと煮詰めないとな。所有権の時効取得であれば、占有者は時効取得するものである。債権の時効消滅であれば、債務者であり。また、時効消滅では保証人、他人の責務の債務の肩代わりをする者、物上保証人、他人の債務を担保、債務か責務かちょっとわからん、担保するために抵当権を設定した者、抵当不動産の第三取得者、抵当権が設定されている不動産を買い取った者、ああ、なるほどな、なども含まれる。ただし、高順位抵当権者は先順位抵当権の非担保債権の消滅事項を援用をできない。保証人、物上保証人など専門用語が登場する。が、しかし、後々学習するので専門用語は気にせずに学習を進めることが重要です。まあ確かに、さらっといこうね。電光2集も、薄く、何回もね、流し読みをやってたんで、まあそれをやっていこうか。債務者が時効の完成を知らない債務の一部を弁済したような場合、承認した場合は、もはや、その時効の援用をすることができない。あ、そうだ。返しちゃったらダメなんか。ケースさんのこの場合のように、A が B から借金をしている場合に、時効が完成したことを知らず、A が B に利息を支払ったときは、A は時効の援用をできないと。B からすれば、A は時効の援用をしないわけですから、この期待を裏切ることはできないからです。当たり前だ。時効の援用をした場合に、時効の効力は、その決算日に戻って生じる。例えば、A の所有する公土地を B が時効取得した場合、 B は公土地の占有を開始したとき、起算日に所有権を取得したことになる。まあまあまあ、そうか、はいはい。時効の利益の放棄、時効の援用に対して借金を返すというように、積極的に時効による利益を受けないことを時効利益の放棄という、いるのよね。いや、返しますから、必ず返しますからって言われてるね。そういうことか。ただし、時効利益の放棄は、時効完成前に、することができない。時効利益の放棄は、時効完成する前に、することはできない。あ、なるほどね。これが踏み倒しみたいなものか。まあ、逃げれば関係ねえな。時効の援用と時効の効力。
消滅事項の援用ができる援用権者、債務者保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、物上保証人が重要だね。債務者が事項の完成を知らないで債務の承認をした場合は事項の援用はできない。事項の効力はその合算日に遡る。ほう。で、次がですね、条件、条件付きの、契約ですね。例えば転勤が決まったら家を売ってくれるっていう話、うん、でこれってなんか停止条件というようだね。転勤が決まったら家を売る、転勤が決まったらまああとは次の家買ったら売ってやるみたいな感じかな。転勤は条件が満たされた場合、家を売るイコール効力が発生する条件を停止条件という。これうっかり口って滑らせらんないね。やだ、冗談でも最初のところに冗談で言ったものが心理留保っていうのと、錯誤っていうのがあるから、まあこれはもう口約束のもんだから、まあいんなないよみたいな、その時の流れだよみたいな感じで、まあ消せるわけでしょ。なんか上げ足を取られるような感じでこれ主張してこられるとなんかうざいね。停止条件の契約、停止条件付き契約、条件の正否定の間における権利の処分、条件の正受の妨害、何これ、条件の正否否定の間における条件の侵害の禁止を学習していきます。何これ、条件、停止条件、ケース1、例えば、次の家を買ったらこの家を売ってあげる、もしくは、試験に受かったら手が、試験に受かったらじゃあこの家売ってあげるとか、そのような条件付きで、こういうやり取りがあった場合ですね。何々に、何かにはどうかしたらじゃあこれ売ってあげるよみたいな。ややこしいね、ここまで権利かけられるとややこしいね。試験に受かったら家を、例えば、今度の試験に受かったら家を格安で売ってあげるというように、契約の効力の発生についている条件を停止条件という。条件が満たされる、かっこれは成就すると言われるという言い方になる。法宅建だからかまで、契約の効力の発生が停止しているという意味。ああ、なるほどね。停止付き条件の契約で、契約が成立した時ではない。ほう。したがって、この場合では、B さんが宅建試験もしくは、何らかのね、英語の試験でも何のかの試験に受かった場合、この家売ってあげるよと。太っ腹だね、B さんね。時には、B は A の家を手に入れる。ん？あ、しっけい。自分の家を格安で売る。B が試験に受かったら A さんが A さんの家を格安で売るという契約の成立時ではなく、 B が宅建試験に受かったとき B は A の試験を手に入れることができるという設定です。やだな、条件の正否未定の間における権利の処分など、めんどくせえ、なんだこれ。条件の正否が未定である間における当事者の権利義務は処分、譲渡なども含む相続等をすることができるなど、例えば A が B に対して自分、A ですね。自分が A の転勤が決まったら、A さんが A さん自身の転勤が決まったら、A さんの家を売るという契約を結び、A の転勤が未定の間に B が死亡した場合、B の相続人 C は B の立場を相続する。したがって A の転勤が決まったら C は A の建物を手に入れることができる。あ、だからなんか見知らぬ親戚って出てくるんだね。条件の正受の妨害について、ケースバイケース、例えばこの場合において条件の正受を妨害される場合、試験に受かったら安く売ります、 A さんが試験に受かったら B さんに、安く売るというやり取りがありました。 A さんと B さんの間で B さんが宅建に受かったら、宅建試験に受かったら自分の家を格安で売る。B さんが宅建に受かったら、自分、かっこ A さんが自分の家、A さんの家を B さんに格安で売ってあげるよというやり取りがありました。という、これは停止条件付きの契約を結んだ。これ契約って言ってほしくないよね。だったらもう契約天国だよね。その場合、条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたとき、相手方は条件が成就したものとみなすことができます。おい、したがって B は条件が成就したものとみなすことができます。ケースに逆に B が不正な手段で宅建試験に合格したような場合、A はその条件が成就しなかった
ものとみなすことができ、つまりこの場合には B は A の、家を格安の値段で手に入れることはできません。このように条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたとき、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができる。みなすことができるだけであって、相手がごねたらどうするんだろうね。条件の成否未定、条件の成否未定の間における利益の侵害の禁止。ということは、B さんの試験勉強を A さんが邪魔してもダメだっていうことだよな。うん、例えば A が B に、B が宅建試験に合格したら A の別荘をタダであげるよう、という停止条件付きで A さんがもう所有の B の、A さん所有の別荘をタダで、B さんにタダであげるという贈与契約を結んだ場合、A の放火により、その別荘が消失し、その B が C 試験に昇格した場合、A は B に対して損害、賠償責任を負います。マジか!このように条件付きの契約をした当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合に、その条約契約から生ずべき相手方の利益を妨害することができないと。っていうかもう、ホールドされちゃうんだね。嫌だな。解除条件。例えば、銀行から融資を受けられなければ、売買契約は消滅するというように、事項の、契約の事項の消滅についている条件を、解除条件と言います。条件が満たされた場合には契約は解除になったことになります。はい、条件付き契約をまとめます。停止条件付き契約では原則として停止条件が成就した時からその効力を生じる。条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は処分、譲渡など相続等ができる。条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を受け妨げた時は相手方が条件を成就を見直したものと見なすことができる。相手方がね。まあ結局本人がごねればどうでもいいよってことでしょう。条件付き契約をした当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合に、その契約から生ずべき相手方の利益を害することができない。相手方の利益を害した場合、損害賠償責任を負うことがある。例題、所有の公土地、A さん所有の公土地について、A と B が停止条件付きで売買契約を締結した場合で、条件の成否が未定の間に B が死亡しました。B の相続人 C は B の権利義務を相続することはできない。相続することはできない。できる。だから×。よし、来た。条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は相続することができます。したがって、条件の成否が未定の間に当事者である B が死亡した場合、B の相続人 C は B の権利義務を相続することができます。はい。で今日はここまでです。次が弁済総裁債権譲渡責務引受けドエース。